はい、速稼塾の久保です。暗号通貨ニュースをお届けします。今日はですね、コインチェックから毎週のように連絡が来てるんですけども、ステーキングってやつですよね。実はコインチェックではリスクっていう暗号通貨アルトコインを持ってる人にステーキングサービスが付与されてるんですよね。で、私の持っているリスクの額ってのは非常にちっちゃいんですけども、それでもね、定期的にこうやってステーキングボーナスがいただけてるのはありがたいことだと思います。で、今回はね、ご覧になってるように、ステーキングサービスのメールが届いてるのをお見せしてるんですけども、じゃあね、ステーキングサービスって一体何なのかなってことをもう一回振り返ってみようかと思うんですよ。で、URL が3つありますんで、真ん中のステーキングとはっていうところからクリックしてみますね。はい。ステーキングとは何でしょうか。利益を得られる仕組みとリスク、ステーキングサービスなんですよね。多分感覚としては、このリスクっていう通貨を持ってるだけで、銀行の利息みたいに定期的に付与される、そんな感覚で思ってると思うんですね。それは完全に間違いではありません。大体暗号通貨って、その入金とかトランザクションとか送金をするとき、要するに暗号通貨がどっかからどっかへ移動するときって、必ずマイニングっていう作業が必要で、マイニングする作業にはマイナーっていう人がね、こうトランザクションの作業をするっていう、そういったものが入ってくるわけなんですよ。じゃあそのたんびに、マイニングのたんびに、いちいちトランザクションを取っていかないといけないのかってことは、まあそうでもなくって、実はね、今すでに、こう、リスクっていう通貨のリスクっていう通貨で、持ってる方のリスクを使って、自動的にね、マイニングじゃなくって、現存するリスクを使って、トランザクションを起こすっていうこともできるわけなんですよ。私の解釈違ってるかもしれないんで、もし違ってたらね、あ、違うよって教えてくださいね。暗号通貨ってのはね、本当ね、こう名称もそうだし、作業名もそうだし、知らない言葉がバンバン出ちゃうんで、こんがらがっちゃうんですよね。ただ私が今理解してる段階ではそういった形です。もう一回言いますよ。このステーキングっていうのは利息みたいに、捉えられるんですけども、実際は分解してみるとそうではなくって、そのマイニング作業ってものを、これね、現存している暗号通貨においてもう自動的にやっちゃうってことなんですよ。マイナーが存在しないんですよね。で、マイナー3円払う、ボーナス、手数料が、なくなったのを、まあね、こっちのステーキングサービスという形で、ステーキングに参加する人に、まあ分配してるってことなんじゃないかなと思うんですよ。ということなんで、持ってるだけで、トランザクションを誰かのトランザクションに生かせているっていうことを考えると、持ってるだけで報酬が入ってくるっていうのもね、まあ変な話じゃないかなと思うんですよ。ずっとね、マイナーさんっていうのが作業しないといけないっていうふうに私も思ってたんですけども、いや、マイナーさんがいなくてもこれからは、ステーキングに参加している、暗号通貨のホルダーさんがステーキングに参加してさえいれば、そのステーキングっていう作業でもってね、トランザクション起きるから大丈夫ですよっていうふうになってくるのかなと思うんですよ。こうなると、いつかマイナーさんっていうのは、ほとんどいなくても、ゼロじゃ困りますけどもね、今みたいな人数いなくても、できちゃうんじゃないかなって、ってことになるんですよ。要するにトランザクションが自動的に行われるっていうことですよね。これなかなかね、難しい概念なんですけども、ここまでは私、見えてきたんですけども、どうなんですかね、間違えてるかもしれないです。すみませんけども。ただ、簡単に考えて、ステーキングに参加すれば利息が入ってくるよっていう理解で、よろしいのかなと思います。まあ、一周して戻ってくるわけなんですけどね。まあそういうふうに私たちは理解すればいいのかなと思いますし、実際にステーキングをしてるからって言って、こういうふうにね、定期的に連絡が来ますけども、作業が発生してるわけじゃないんで、最初にステーキングに参加しますか、どうしますかっていうふうな連絡があったぐらいでね、じゃあ参加しようかな、どうせリスクなんて使わないしみたいな感じでやってたら、なんか知んないけど定期的に振り込まれてくるんでありがたいなと思ってるだけなんですよね。ということでね、今日はステーキングについてちょっとね、私がわかる限りで、話してみましたけども、もし間違ってたら申し訳ありません。そんな、だったら放送するなって言われそうですけども、いろいろとね、こうやってね、今考えられるだけの知識を放送して、修正していただく機会にもなると思うんで、ちょっとね、私もこうやって放送してみました。ただ、そんなに全部が全部間違えてないと思うんですよ。この理解でおそらくよろしいかと思います。私も妄想で話してるわけじゃなくて、そういうふうにね、こういったコインチェックさんとかの記事を読んで、私の理解で話してますんで、詳しくはコインチェックの記事を読んでね、あとは解釈はもしかしたら私と違ってくるかもしれませんので、その時はこういう解釈もあるんじゃないっていうことで教えていただければ、なんかね、お互いに学び合えるんじゃないかなと思います。じゃあ今日はですね、ステーキングについてお話しました。まあ今回の動画で分かったことは、私がリスクをね、未だに持っているってことですよね、きっとね。はい、何のことが分かった人はかなりすごいです。私とね、お付き合いがもう数年間にわたってあるということですね、それはね。はい、では失礼します。